こんにちは、天板アカデミー堀秀夫です、えー、今日は Amazon's Choice とは、ねえー、この Amazon's Choice というロゴが、まあ、商品ページに、ねえー、出てくるのを、まあ、気になっている方もいるかと思います。で、質問がありました。でこの Amazon's Choice ですね、えー、どういうものかというと、まず AmazonEcho で注文可能な商品だけに付けられるブランドです。 アレクサとエコー AI が選びますでいろんな条件があるんですけど、まあ、主に、まあ、私たちが気にするべき消費消、えー、条件は以下の4つです活発で自然な製品評価、ねえー、これは、ねえー、良いレビューを不自然に集めると逆効果になります逆効果っていうか、ね、今やアカウント削除のリスクがありますので、まあ、それは危険なんで、ねえー、絶対やめてください まず、活発で自然な製品評価があると。そして、高い販売数量。ある程度売れてるものにつきます。それと、合理的な価格設定。ねえー、もう高くて返品とか、えー、類似品と比べてね、不当に安いとか高いとかいうことがないと。それから、素早い出荷速度。まあ、これはね、えー、普通に FBA 使ってれば問題なくクリアできます。で、今、今までのね、えー、Amazon 輸出ノウハウ。 主にどうやってカートを取るかという話だったんですけど今後は、ねまあ、カートを取るのみならず、まあ、このアマゾン c h o で注文されるような商品をアマゾンチョイスに、えー、ブランドをくっつけて、ねえー、載せておくというのは、ねえー、アメリカで、えー、儲けるためには、まあ、かなり重要な要素になってくるんではなかろうかというふうに、ねえー、考えられます。 過去ね、カートを取るというのを気にしなかった人が、まあ、全くね、えー、大変な労力のないには儲かんなかったように、もしかしたら、この、ある程度数が売れる商品は、この Amazon ブランドを取ることを考えないと、えー取ってる、取ってるライバルにね、全然勝てないということになりかねないんで、まあ、ちょっと注目すべき機能だなというふうにね、感じますんで、まあ、今後のサポートでは、この Amazon、えー、ブランド、 ね、取れるよう m アマゾンズチョイス取れるような形で、えー、商品を見つけて販売してカタログ、えー、作っていくというのを、ねえー、意識してサポートしていきたいと思いますまたご質問とありましたらお気軽にお寄せください以上天板アカデミー堀秀夫でした